チャンネル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 もういいでしょ。もういいわ。はい。ヤム、そうそう、基準がわからないです。ヤムの基準わからないでしょ。はい。あの、まあ、落ち込んだ時とか、ちょっとマイナスな時です。何かが起こったからマイナスな気持ちになったとか、あと、まあ、最近よう言うやんか、こう、ヤムとか、ヤマないとか、はい、そういうのを、ちょっと今日お話ししたいなと。はい。よし、ピエンです。それでは、ホストがピエンになる瞬間まで、3、2、1。ちょっと僕の代わりにじゃあちょっと疲れますんでさあということでやんだ瞬間というかまあやんだことやねホストやっててどの時やむのっちゅうの言ってくださいよまあ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 言っていきましょうかはいおおメンヘラ研究家で今日はね研究会研究会いるんでマッシュさん来ていいそのままそのままです行きましょうか本当は僕から軽くサクッとサクッと言えばねやっぱり僕が入店してから今となってはもう1000万プレイヤーって結構当たり前になってきたじゃないですかめちゃくちゃいるじゃないですか僕が入った時ってねほんまに1000万プレイヤーさん自体は片手に収まるぐらいしかおらんくてそうやねで僕もやっぱ売りたいなと思ってそれを目標に頑張ったんですよ1000万売ることで僕入店して8ヶ月7ヶ月か8ヶ月ぐらいですかねで僕1000万売ることができてその瞬間になんかこう糸がプツッて切れてほうなんかこううわはあ、でもなんで俺ホストしてんの滝行行きたいなってなってましたもう言うてたななんか言うとったよ言うてたでしょなんか滝に浴びたいみたいなこれ嘘や思っとったんやほんなら次の日も電話かかってきて、はい、いやチョリさんやっぱり滝浴びたいっすね引きずってんのよまだずっとガチやったんあれはでガチっすねなんかこう一回洗い流したくて全てをなかなかないくない滝に打たれたいってちなみにその時にあの元気づけようと思ってチョリさんが言ってくれた言葉が今から叫ぶ動画撮ろうか言うてプレーフレーやってました今でも覚えてます僕あれあれはでもみんなを裏切ったからであれしょうもなすぎてあれどうなったんですけどね非公開僕のために撮ってくれたんですよマッシュのためだけにごめんなさいあれは皆さんでも元気ついたあれ実際元気つきましただからこうなってますよ分かったよ、ね、今となってはほんまにもう1000万売ってそれがまあ当たり前、ね、当たり前みたいにさせていただいてます一応すごいだってあのグループでさ、まあ、先月も発表あったけど8位や8位から上が1000万ってもうわけわからへんでそうっすよねもうだいぶ上がりましたねすごいですよ一撃え見てはりましたその回にいやすごいっすねすごいっすよやっぱ研究家なんではいあとほんまにこの動画の前にトイレの前であの「あマシュ1000万ってどうやって売るか教えてもらわれへん」って言うのやめてガチで聞きに行くなよいやーすごいなどうやってやってんだどうやってやってんだよ何も学んでないです、聞いてない聞く気ないやろ、聞く気ないっすそれがコメント、かわいいとかやあ、でもそういう時に、もう燃え尽きたとそうですね、なんか目標を達成したから、あ、もう俺やりきったわってなっちゃってちょっとこう、気持ちが沈んだわけねそうですね一番沈みましたね、ホストしてる時にコメちゃんは、どういう時に下がりましたいやねそうですね基本的にはないっていう、あるんですけどやっぱり、あの、落ち込んだっていうね絶対ないことはないんで、あの、今考えてます考えてきてよ考えてすごいな、逆にあの、あありましたありました。はいはいはい。あ、チョリさんにね、あっち行ってこっち行けとか言う時は特にやみました。はい。やってたんすね。苦しいやん。沖縄行けって言われた時、行ってって言われた時は最初はもう蹴捨てられたんかなって最初思ったんですよ。で、思ってその後に帰ってきて来られたんですけど、その後また北海道行けと。これ完全切れられたなって思ってまた北海道からもう呼び出した時はもうやみました。え、でもまあ、目的があったからさ。あ、そうですね。経営者になりたいと。誰よりも先になりたいと。まあ、マシュはあんま知らへんと思うんだけど、こう結構こう、経営者に対しての熱意がすごい。はい。やっぱりあの、経験ってさ、時間をかけて得ていくもんなんやけど、それをすぐに経験したいってなったら、もういろんなとこのお店を俺は見るしかないと思ったから、作り出しって大切なんよね。はい。お店を作るにあたって、一発目を、もう3回ぐらい見てんのかな。だって沖縄行ったやろ。で、北海道行ったやろ。で、戻ってきて、出だしのお店みたいなところに今がおるから、3回見れてて、変わってない。はい。すいません。
元気です。元気がモットーなんで。チェリーさん、それやんだことですか？これ俺やんだこと。めっちゃやんだ。やみますね。これはもう、そんだけやっぱりこう、ね、やっぱ大変かな。代表にさせてあげたいから言って、他店舗行かして、ほんで帰ってきて、何一つ買ってない。会計だけしか買った。ちょっとずつこう、膨らんでいって、やんわ、これ。これはさすがにね。これはな。じゃあもう、僕いいですか？はい、どうぞ。どっちが聞きたい？ホストのプレイヤーやってた時なんか、まあゴリゴリ働いてた時なんか。どっちもですね。どっちも聞きたい？はい。あー、いや。なんで？いやー、なんでですか？プレイヤー時代の方から聞かせてほしいですね。やっぱり売りかけをえぐい額飛ばれた時かな。単純にそれかな。で、俺初めてやったんよね、もうその規模。1万円2万円とかでもうあったんよ、正直ポロポロっとあったんやけど、それはもう正直俺が悪い。あなたと飲んだことを忘れてるクズやったから俺。そうそうそう、あの頃はね、あの頃は、あの頃の話ですか。ほんでそれがあってちょっとこう休んだかな。しかも無断欠勤もしたから、今じゃ考えられへんやん。やけど1600万ですね。で、2ヶ月にこう、またいでたから、締め日行って、で、売りかけ回収日が次の月の5日やってんけど、この5日までの間に、また使ってたから、800ぐらいから使って、でもその子は今までずーっとお金入れてない。10ヶ月ぐらい入れてたから、これでもないやろうと。はい、でも、まあ、ちょっとパパ活系やったからね、そっち系やって、で、まあ、いけるなっていう、まあ、ちょっと思い込んでしまったな。まあ、みんなまあ、とんねんけど、まあ、その時に、無断欠勤して、のっぽさんと、おいなりさんを誘って、3日間ぐらいかな、レンタカー借りて、釣りしに行った。一匹も釣れ。しかも11月の後半ぐらいだったらもう鬼寒いし、のっぽも鬼なりもお金ないからさ、はい、俺もまだ給料日来る前で給料がドンとなくなるとかじゃなかった、まだあったんよ。だからみんなの釣り竿買って、ジャンバーっていうダウンな、なんかこう釣り屋さんのダウン、3人で並んでこんなして虫に噛まれてやんだ。なんか全部やんだ。泣き面に船虫やったよ。泣き面やな。岩底からの船虫。そうや、それやめますわ。やんだ、確かに。ほんで、まあ、帰ってきてからね、こんなことしとったらあかんなと、はい、寮に帰って、寮じゃなかったんですけど、ノッポとは青いないが寮住んでたから、はい、もう行こうかって寮行って、遊戯王カードで遊んでました。何歳の時ですか？もう二十歳超えてやったらあかんのよね、遊戯王。日本橋ってとこにレアカード買いに行って、で、俺だけめっちゃ強いね、お金あるから。で、お稲荷とかノッポはお金ないからノーマルのカードでなんか頭使って俺に勝とうとするけど、はっ、だって強いカード買ってるもん。金で言わしますもんね。金で言わしてる。そんな勝たれへんわ。だって俺のなんかデッキっていうのはあれ、はいはい、全部光ってたもん。全部それはそれで勝たんでしょ。ギャ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 みたいな。今日もいくらこぼしたんですか？1600万。デッキいくらやったんですか？デッキはまあ正直ごめんやけど多分100万使ってる。結構いってる。で、次の月には後者と、後者というか、まあ給料がないわけやから、すぐそのカード集めて売りに行ったんです。ああ、偉いですね。いくらになりました？2000円ぐらいじゃん。なんの価値もない。マジで時間の無駄やしてたなって思う、今だったら。ほんで、それどうやってなったの？そうよね。いや、ほんで、まあ普通やったらさ、無断欠勤してるわけやから、寮も鍵閉めて開かへんし、ガチャガチャって何回もあったよ。だけどうるさいと、まあ入って公園出てくれって言ったのに、その店行った時に、まあみんながこう何もなかったかのように接してくれたから、それが俺結構行きやすかったから。どうしてたんとかいろいろ聞かれすぎてたらちょっとしんどいな、まだって、また休もうかなってなったかもしれんけど、そしたらまた今日から頑張ろうやみたいな、この周りのサポートっていうの、はい、そのマイナスを俺ら減らすから頑張ろうやみたいな言ってくれて、昇格していって統括になってみたいな。そうそうそう。で、まあまあその時もずっとナンバーワン取ってたからね、はい、そう、やっぱり恥ずかしい役にしてんねやと。わかるな、ありがとう。わからんな。わからん。いや、話を聞いてるんですよ、こちゃん。聞いてるかもです。でも、そういう時がやんだから。経営者はね、あんまりないの、やんだことが。ないんすか？やんだあかんと思ってる、むしろ。え、なんでじゃあ、焼き鳥屋さん行ったんすか？あれはなんでなん言ったんやろな。なんか可愛いなと思ってた子がなんか連絡取られなかった。簡単な話。サラリーマンと一緒。焼き鳥屋、おすすめで出たんです。どこ行くんですか、いつもやったら。シャモっていうのが入ってて、ここに地図貼ってます。ここに行ってあげてください。美味しいよ。美味しいです。やんだら染みます。いや、染むか。ユッケとかあんねんけど、俺そのものみたいに絡みついとったもん、卵と一緒に。まあそういうことですよ。そういうこうした時と好きなことを連絡取られないかと。そうそう。さあすごい、さあすごいよ。じゃあね、この動画を見て遊戯王カードしたいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。いらっしゃい。誰もする、ありがとうございます。俺らも気分的には今もちょっと滝打たれたいなっていう気分なんで。そうですね、やっぱり毎月質問って毎月やっぱりしんどいですね。頑張ってるよ、頑張ってるよ、いろんなとこ行って。今日はこむちゃんにじゃあ滝に打たれてる姿ちょっと見せてもらおうか。見てちょっとお願いしますね。あ、俺がですか？滝に打たれてる、滝に打たれてる人をやってくれた。俺それ見てちょっと頑張るわ。滝に打たれてる、これっすね。いきます。じゃあ、どうぞ。